ウクライナ空軍が2022年7月6日に発表したところによると、前日の5日にロシア軍が黒海海上から発射したとされる艦隊地巡航ミサイル6発を、東部航空管区所属第138高射ミサイル旅団の地対空ミサイルシステムによって、6発すべてを撃墜したとしてその映像を公開したみたいだよ。ウクライナの地対空ミサイルの精度はすごいね。ロシア相手に徹底抗戦を続けることができているし、ウクライナの力は世界に轟いているよ。世界各国からの支援があることも確かだが、扱えなければ最新鋭兵器も宝の持ち腐れだからな。その通りだね。さて今回は、先ほど述べた通り、ウクライナ軍がロシアの巡航ミサイル6発を全て撃墜した映像を公開したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍の艦隊地ミサイルは、ウクライナ中東部のドニプロ川の中流域にある、ドニプロペトロウシク州のドニプロ市など数カ所に向けて発射されたもので、3M54 カリブルとされている巡航ミサイル6発全てが撃墜されたと見られているよ。この 3M54 カリブルについては地上発射型の他に水上艦発射型のクラブ N と潜水艦発射型のクラブ S があるが、黒海艦隊の水上艦艇の垂直発射装置 VLS から発射されたものか、あるいは海キロ級通常動力型潜水艦の魚雷発射艦から発射されたものかは不明であるものの、撃墜されたカリブルの発射数が6発とのことから、魚雷発射艦6門を持つキロ級、あるいは海キロ級の通常動力型潜水艦から発射されたものである可能性が高いとされているんだ。また、ウクライナ軍が迎撃に使用した地対空ミサイルについても詳細が報じられておらず、インターネット上では様々な憶測を呼んでいるぜ。ウクライナ軍においては、ロシア製旧ソ連製の地対空ミサイルシステムのみならず、ロシアによるクリミア併合が起こった2014年以降はロシアとの関係が悪化し、その支配から離脱する動きが加速して、北大西洋条約機構 NATO へ接近して西側諸国との関係が強化される中で、NATO 諸国が使用する地対空ミサイルシステムも導入されつつあるほか、ロシアの侵略への対抗策として供与されている地対空ミサイルシステムなどが運用されていると見られている。まず、カリブルを撃墜したミサイルとして真っ先に挙げられているのが長距離対空ミサイルシステム S300 で、これはアメリカ軍が運用するリム161スタンダードミサイルに相当する性能を持ち、中距離弾道ミサイルなども撃墜可能な性能を持っているんだ。ウクライナ軍の第138高射ミサイル旅団には以前から S300 が配備されていたとの情報もあり、これによる撃墜と考えるのが妥当だろうな。S300 は旧ソ連時代に開発され、同時複数の目標を攻撃可能なミサイル防空ミサイルシステムで、ミサイルはメンテナンスの必要がない発射塔に格納されていて、車両に搭載されて輸送され、発射地点に展開された後、垂直に建てられた発射塔からコールドローン機方式でミサイルが垂直発射されるよ。システムは発射機、多機能レーダー車両、指揮通信車両、整備車両、補給車両などで構築され、発射機は送輪式と装置式に分けられ、送輪式にはウラル375トラックで牽引される 5P85T 牽引式発射機と、スカッド B 短距離弾道ミサイル用の MAZ543 トラックを改造した 5P85S 自走式発射機があり、装置式は T80 戦車と同じシャーシを利用した QA82、QA83 装置式自走発射機となっているんだ。ウクライナ軍が侵略を受ける前に保有していた S300 の数と現時点での配備数などは不明であるが、4月8日に隣国スロバキアのエドゥアルド・ヘゲル首相が、自国が保有する S300 をウクライナに供与したことを明らかにしているぜ。ウクライナ軍は、この S300 が配備される以前には S125 と呼ばれる高中高度防空用の対空ミサイルを保有していて、これはかつてユーゴスラビアでアメリカ空軍のステルス攻撃機 F117 ナイトホークを撃墜したミサイルなんだ。でも開発から半世紀以上が経過しているから、すでに退役しているものと見られているんでしょ？ああ、だが、非常時に際して再び前線に配備されている可能性があると言われているぜ。また、旧ソ連陸軍では伝統の戦車機構部隊と行動を共にして近距離の防空を担当する、自走式の短距離対空ミサイルを多数開発しており、旧ソ連邦の中で最も有力な構成国であったウクライナには多数の自走式対空ミサイルが配備されていたと見られているね。その中の一つ、旧 K33 オサーワ車両自体が対空ミサイルシステムとして機能していて、車体中央部にある全周式砲塔ターレット上に、それと一体化した発射装置と管制装置が搭載されているよ。ターレットの中央全部に最大探知距離 25km、有効探知距離 20km の能力を有する六角形の目標追尾レーダーがあり、その左右にはミサイル管制用レーダーが設置され、その後方にミサイル発射装置が取り付けられていて、
さらにその上部には 30km 先を探知可能な回転式の目標捜索レーダーを搭載しているんだって。搭載する地対空ミサイルは QM33 と呼ばれる一段式の固形燃料ロケットで、無線による誘導方式で飛行するほか、ECM 対策用の光学追尾装置も搭載されているらしいな。目標の速度によって有効射程と有効枝高が変わり、有効射程は高速の目標で1500から1万メートル、低速の目標であれば2000から6500メートル、有効枝高は高速目標で25から5000メートル、低速目標で10から5000メートルとされているね。QK33 に搭載するミサイルは1両あたり発射装置に搭載されている6発のみであり、自走点用の予備ミサイルは搭載してなくて、再走点は32発の QM33 を積んだ TZM 補給車両を随伴させて実施されるんだ。ウクライナ軍が150両保有していたとされているのが QK35 ストレラ銃で、早期車両に搭載されているため最も飛行部隊の随伴用に適している近距離防空ミサイルシステムだよ。自走発射機には4連装発射機が装備されていて、予備ミサイルは8発搭載されており、この他に誘導レーダー車と指揮車がそれぞれ1両の計算量で1個防空ミサイル小隊が編成され、この1個小隊が各戦車連隊に配備され、飛行連隊レベルの防空を担うとされているみたい。搭載される対空ミサイルは改良型の QM37 が使用され、QM31 に搭載されている赤外線ホーミング誘導に加えて画像識別装置やテレビモニター誘導が追加されているために、目標が発するフレアなどの欺瞞に対応可能とされたほか、QM37 は射程も延伸されていて、有効射程800から5000メートル、有効射高10から3000メートルに延長されたほか、発射速度が増速されているんだ。また、ウクライナ軍は中高度をカバー可能な自走式対空ミサイルシステム QK37 ブークを72保有しており、このシステムには QM38 対空ミサイルが搭載されていて、この中高度ミサイルは有効射程3000から3万2000メートル。有効枝高25から2万2000メートルの性能を持ち、電波ホーミング誘導 SARH で誘導されるぜ。QK37 は同時に6つの目標を迎撃することが可能で、ジェット戦闘機、ヘリコプターに巡航ミサイル迎撃用として運用されているため、今回のカリブル撃墜に使用されたのはこの QK37 ではないかとの見方もあるな。これら地対空ミサイルシステムの他に、ウクライナ軍は巡航ミサイルにも対応可能な携帯式防空ミサイルシステムも保有しており、旧ソ連製の QK38 イグラはかなりの数が歩兵部隊に配備されているんだけど、巡航ミサイルに対応可能かどうかは不明だね。しかし、ロシアの侵略開始後にアメリカやイギリスなどから供与された、歩兵携帯式防空ミサイルシステム FIM-92 スティンガーは巡航ミサイル撃墜にも対応しており、これらが使われた可能性も否定できないんだ。なお、ドイツからウクライナに50両供与されるゲパルト自走対空砲においては、砲塔右側の 35mm 機関砲側面にスティンガーミサイル2発が搭載することができるぜ。また、アメリカ国防総省が7月1日にウクライナに対して8億2000万ドル約1100億円の追加支援を発表し、すでに供与済みの高機動ロケット砲システムハイマース用のミサイルや、敵の砲撃位置を特定可能な大砲兵レーダー4機、155mm 榴弾砲の弾薬などの他に、アメリカのレイセオン社とノルウェーのコングスベルグ社が共同開発した最新鋭の中距離防空用地対空ミサイルシステムナサムス2機が含まれることを明らかにしたね。これによってウクライナの防空システムの増強が図られるね。そうだね。それに、この先西側諸国からの兵器供与が進むことによって、ウクライナ軍の装備が次第に NATO の兵器に置き換えられていくものとみられているよ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、考えている人についてだよ。みんなは考えている人を知っているかな？僕わかるよ。某有名番組なんかでも出ているよね。そうだな。あの深いか低いかどっちか忘れたけど、そんな感じの番組に出ている石像だよな。そうそう。あの石像なんだけど、何をモチーフに作られた作品かわかるかな？そりゃわかるよ。作品名通り考えてる人だよ。もうちょっとひねった答えでないのかよ。俺はトイレに行ってすごく気張っていながら考えている人をモチーフに作られたと思うぜ。なんとか言ってよ。すごく面白かったよ。うん。茶番はそろそろにして、話を戻すよ。ちなみに二人とも不正解だよ。え、ならなんなの？正解は、地獄に落ちていく罪人を上からじっと見ているところを表現している作品なんだ。全然考えていないじゃないか。いやもしかしたらあの子可愛いのになんで地獄なんだろうとか思っているかもしれないよ。確かにそれだったらめちゃくちゃ考えるよね。でもこれは面白い雑学だったな。
でしょ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。